新谷悟は、日本の歯科医師、歯学者、開業医。元昭和大学歯学部学高校疾患制御、外科学講座主任教授、元昭和大学歯科病院高校がん、センターセンター長。島根大学医学部臨床教授、山口大学医学部臨床教授、富山大学医学部非常勤講師。1980年香川県立高松高等学校卒業。 1888年、岡山大学士学部卒業、1992年度、大学院終了。以後、愛知県岸、センターレジデント、岡山大学院、助手、愛媛大学助教授を経て2006年により、昭和大学士学部学高校疾患制御、外科学講座主任教授に就任。その後、銀座にて、歯科高校外科クリニックを開業する。 abcdefghijklmnopqrs、e, 東京銀座新谷歯科高校外科クリニック委員長新谷悟教授の紹介2014年2月9日閲覧 abcd 昭和大学史学部教授新谷悟2014年2月9日閲覧大議員名簿日本高校外科学会2014年2月9日閲覧 日本歯科学教育学会役員一覧。日本歯科学教育学会。二千十四年二月九日閲覧。運営審議委員。日本学顔面インプラント学会。二千十四年二月九日閲覧。ABCD、新谷悟る。J グローバル。二千十四年二月九日閲覧。評議員。日本高校主要学会。二千十四年二月九日閲覧。 役員一覧。国際歯科研究学会日本部会。2014年2月9日閲覧。日本歯科人間ドック学会役員一覧。日本歯科人間ドック学会。2014年2月9日閲覧。あいっこい国際資格認定制度日本有資格者。一覧。国際インプラント学会。2014年2月9日閲覧。ありがとうございます。